I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of JoJo's Bizarre Adventures, Eyes of Heaven. Please enjoy. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。遊びたいに来たまえ。行くぞ。わかった。おい、なぜ俺たちを狙う？おめえらも遺体を集めてるのか？知らねえってのは滑稽だね。あのお方がおめえを狙う理由だと？そいつは言うまでもねえことだぜ。待ちやがれ。あうわよ、ジョータロー、ジューサー。この島の美女によろしくな。会えなくて本当に残念だぜ。シュトロハイムと同じように消えやがった。ジョジョ、どうした？お前たち、やはり敵か？違うぜ、シーザー。そうじゃねえ。なんて言えばいいんだ。説明するのめんどくせえぜ。この連中は客だよ。久しぶりに会ったんで、うっかり忘れてたが、俺の知り合いだ。知り合いだって？おい、ジョジョ。お前、何かごまかそうとしてないか？この島は、人の住むようなところではないらしい。面白そうな闘技場のようではあるが。何？隣の島だったか。エイジャの石跡を持つ女がいるという島は俺一人か。カーズたちはまだ石跡がこの地にあることを突き止めておらぬようだ。てめえ、もうリサリサのことを突き止めて追ってきたのか。エシディシェ。ほう、そうか、お前も今着いたところか。ワムーエオ。な、エシディシ様。ワムーノー。こいつはヤバいぜ。ワムーまで来やがった。
柱の男が同時に二人。オンノー、エシリシだけじゃなくてワムーも。恐れながらカーズ様すでにご到着なさっています。おう、カーズ、お前も来たか。は、柱の男が一度に3人だと？こいつはやばい、冗談じゃねえ。オーマイガッド、カーズまでやってきよった。どういうことじゃ、わしの知る過去とは違っておるのか。カーズ、カーズ、石石はここではない、隣の島だ。そのようだな。ではそこのゴミを始末してから乗り込むとしよう。カーズ様、エシリシ様、あのジョジョという男と私はローマで決闘の約束をしました。ぜひ戦いの許可を。待て、ワム、あの男、それなりの波紋使いに成長したようだ。まずは俺が遊ぶ。はっ。ならぬ。二人とも、我々の目的はあくまでエイジャの石石を手に入れるということを忘れるな。奴らの処理など吸血鬼どもに任せればよい。な、吸血鬼だと？ちょうどいいぜ。ここでの修行の成果を試すチャンス。吸血鬼ごとき、ひとまとめにして倒してくれる。始末しろ、吸血鬼ども。はっ、来ます。く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 いいリズムだ。ジョジョ、ゼルエ、任せろ。このまま全員叩き潰すぜ。くっ、もうちょう、ゼルエ、来ます。くの成果を。俺たちの波紋、一月前までは確かに半人前の波紋使いどもだった。
よもや吸血鬼どもの群れを数分足らずで片付けるまでに成長するとは。にやり。ワム。失笑でしたカーズ様。いいだろうワム。は。許す。奴らと存分に戦うがいい。かしこまりました。エシディシ、お前も一緒に戦え。そう来なくてはな。ジョジョ、そしてシーザーよ、認めよう。お前たちは強者だと。け、今ここでやるってんなら相手になるぜ。確かな成長の手応えを感じる。通用するぞ俺たちの波紋が。二人がかりで攻めきれんとは。
そこまで。エシディシ、バム。戦いを楽しみすぎるのはお前たちの悪い癖よ。はエイジャの石跡を目前にして、これ以上の時間をかけてはおれん。波紋使いども、ここからはこのカーズが相手をしてやろう。今度はカーズかよ。願ってもないこと。行くぞジョジョ、肩をつける。ほどまでに成長しおったとは。いかん、柱の男たちと戦ったわしにはわかる。この二人ほんのわずかだが、波紋の練度がまだ足りておらん。
リサリサ先生、不穏な気配を感じてきてみれば、こんな夜中にマナー知らずの訪問者のようね。ほうほう、これで波紋戦士どもが揃ったというわけか。カズ、ワムーよ、もう一暴れといくか。是非もなし。シーザー、ジョジョ、ここで迎え撃ちます。はい先生。まずい、さっきまでは奴らも小手調べじゃった。だがもし本気の戦いとなったら、このまま柱の男どもと総力戦になっては負ける。やべえぜ、リサリサは平気なふりをしてるが、まだ回復してねえみてえだ。今ここで乱戦になるのはやばいぜ。リサリサのことシーザーは気づいてねえのか。待て、カーズ、ここで戦って仮にお前らが勝ったとしても、絶対に石石は手に入らんぞ。なんだと？この老人、なぜ石石のことを知っている？わしらが石石を何の策もなく放置するほどの間抜けだと思うのか？石石は特殊な金庫に隠されとってな、定時ごとにわしたちの誰かがそこへ通わねば、石石は次元装置で爆破されるようになっとる。おいぼれ、はったりはやめろ。小さな爆破じゃが、石石に傷をつけるには十分。その通り、俺たちが死んだらボムよボム。リサリサ、あんたはまだ異変に巻き込まれて調子が戻っていない。波紋使いの戦いにおいて呼吸の乱れは致命的。客人、お言葉を返すようだな。奴らが揃っている今こそ好機。ここで戦わなくて、いつ戦うというのだ。シーザー、お前焦ってるな。何を焦っているんだ。落ち着いて考えてみろ。焦ってなどいない。これは決着だ。ほ、石仮面のために死んだ俺の爺さんとお前の祖父の代からの因縁に決着をつける。俺は奴らをぶっ殺す。決着だと？てめえ、ジジイがどうしたって言うんだ。おい待て、ジョセフ・ジョースター、それ以上くだらねえぜ。50年前の死人なんかを持ち出すな、このバカ。なんだと、ジョジョ。会ったこともねえ先祖の因縁なんか。黙ってろ。ジョセフ・ジョースター、お前さん、ちっとばかし人より頭が切れると思っとるだろうがな、わしからすれば
まだまだひよっこじゃ。なんだとこのじじい。世の中にはお前の知らんことも多い。それを知る前に軽率に言葉にしては必ず後悔することになるぞ。君も冷静になりたまえ。無茶をすればどんな勝負にも勝てんぞ。これは俺の血統の問題だ。ゼペリ一族の問題なのです。カーズが目の前にいるのに一族の恨みを晴らさないわけにはいかない。君の一族を思う気持ちは尊い。じゃがな、同じように君を思うご家族や仲間のことも忘れんでやってくれ。万一のことがあっては残された者の後悔は深い。君にはそういう覚えはないかね。だからといってこのまま引き返すわけにはいかん。あれ、おかしいの。勘違いじゃったか。わしが聞いた話じゃと、確か33日後にローマで戦う約束だったような、そういう風に聞いたように思うがの。まだ6日も猶予があるのになぜそんなに戦いを急ぐ。やはりこの二人の成長の速さにビビってるということになるのかな。そう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 よ。今の戦いで確信したね。あと6日もあれば俺とこのシーザーは。お前ら3人まとめて干渉するくらい強くなってみせるぜ。いいだろう。くだらん挑発だが乗ってやる。我らにとって6日など瞬きにも及ばぬ。そのわずかな時でいかほどのことができるか見せてもらおうではないか。行くぞエシディシ。ワム、おい、おいぼれ、お前も波紋使いか。俺はお前とも戦ってみたくなったぞ。ふんふんふん、お望みとはあらばな。6日後に会おう。冗談じゃない、さっさと行け。お前らの相手なんぞ二度とごめんじゃ。楽しみにしているぞ。ジョジョ、腕を磨きさらに強くなれ。このアムーが殺したくてたまらなくなるほどに。ちくしょう、やつら好き勝手なこと言いやがって。だが、なんとかしのげたぜ。
大丈夫か、リサリサ。ええ。ところで、あなたは誰なの？わしか？そうじゃな。ま、詳しい話は中でしよう。ジョー太郎！さ、こちらへ。シーザー、ええ、ジョジョも一緒に。やれやれだぜ。共鳴か。近くに聖なる遺体があるようだな。おい、ちょっと出してくれ。おい、おめえ、これはどうなってるんだ。亀の中が部屋で何人もいて、わけがわからねえぜ。さあな、俺も詳しいことは知らん。それよりもそこの遺体を取りな。ああ、遺体な、なんだこの光は。カサカサして妙に軽くて気持ち悪いぜ。大切に扱いな。偉い聖人とやらのミイラだぜ。なんだと？そんなこと言われてもピンとこねえ。そうだ、いいこと思いついたぜ。シーザーに見せて嫌がらせしてやるもんね。騒がしい野郎だ。
アイズオブヘブンの世界へようこそ。Please like, share, and subscribe.